yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air.Sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other.Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Bigger scale, the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way. No, no, no. Dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other, beyond gravel.
はい、ということでここまではポップアップ初日の1日とまではいかないんですけど、 Vlog 風な形でちょっと簡単にビデオを作ってみました。でここから本日はその次の日になるんですけれども、視聴者の方とお会いする中でいろいろ感じたこととかがあったので、ちょっとだけお話ししていこうと思います。でまず昨日ポップアップ初日店舗に来てくださった方々、本当にありがとうございました。このコロナ禍でわざわざ時間を作って足を運んでくださってとっても嬉しかったですね。なかなか今の状況、すごく外に出たくないなっていう気持ちもあったと思いますし、リスクを冒してまで時間を使ってわざわざ会いに行くのもなって思われたはずなのに、それでも来てくださった方々がいて、でこう結構たくさん会話もすることができて、私の中では本当に多くのものを受け取ったんですよ。すっごく嬉しかったんです。ありがとうございました。で今回私 YouTube 始めて、初めてその私の動画を見てくださっている方と実際お会いする機会だったんですよ。たまに街でお見かけするとかはあったんですけれども、なんかこうじっくりお話をしたりするのが初めてで、どんな方がっていうか、どういう感覚で私の動画を見てくださっているのかっていうのを実際にお聞きすることができたんですね。で私が今までこう2年ちょっと動画を続けてきて伝えたかったことが 120% ぐらい伝わっているなっていうことをお話を聞いて知ることができました。それが私にとっては本当に大きな発見というか気づきだったんですね。で今まで私はどういう気持ちを動画を通して伝えたかったかっていうと、私の動画って結構、最近はファッションに寄ってきていますけれども、いろんな、なんかこう商品を紹介したりですとか、なんか植物だったり、コスメだったりアイハーブだったりファッションだったりっていう感じで、なんか好きなものを紹介してきたんですよね。で、商品がすごくいいんですっていうのを紹介したいって、もちろんそういうのもあるんですけど、どっちかっていうとその私が美しいなって感じた部分とか、その感じる感覚を共有したいなって思っていたんですよ。そしてその美しいなって自分が思うものを生活の中に取り入れていくと、なんかこう自分の生活が豊かになったりだとか、心が豊かになったりするなっていうことを伝えたかったんですね。でもそのどうしたら生活が豊かになるかっていう実践方法みたいなことをお話ししてるわけではなくて、ただただ私がこううっとりして美しいなと思ったものだったりを、その感覚を交えて紹介するっていうだけの動画だったので、どこまでその視聴者の方がそれを感じ取ってくださっているかとか、受け取ってくださっているかっていうところは見えていない状態でした。コメントをくださる方の中には本当にそれを受け取ってくださってるなってもちろん思うこともあったんですけれども、なかなか私も言葉の言い回しだったり、その言葉の選び方、使い方が上手な方ではないので、ちゃんとその自分の思っていることが伝わるっていうふうに思えていなかったんですよ。だから感じ取れる方が感じ取ってもらえればいいかなぐらいで思っていたんですけれども、今回ですね、お手紙をいただいた方や実際その私の動画への思いだったりをすごく詳しく語ってくださった方々がいて、そこで私が思っている以上に動画を解釈して受け取ってくださってる方がすっごくいらっしゃったんですよ。それがね、すっごく嬉しくって、これまでその2年間ちょっとその自分自身のその動画のジャンルとかを特に定めることなく、なんかこう自分がいいなとか美しいなって感じたものを自分の感覚でやってきたチャンネルだったので、見にくいだろうなって思っていたし、初めてこのチャンネルを訪れた方は分かりにくいと思うんですよね、何を上げている動画なのかっていうことが。でそれがもっと分かりやすいチャンネルにしたいなって思ったりとか、
自分の専門性っていうのを出していった方がいいのかなとか、まあ、本当にいろいろ考えてきていて、なんかそれを、うん、全て受け止めてくださっていて、すいません皆さんがこの新しいことにチャレンジしたいとか、なんかいつもと違うことをやってみたいとかする姿を見てると、それで私もなんかそのあもしかしたらこれできるかもとか、チャレンジする気になるんですとか、まあ、本当にいいことをいろいろおっしゃっていただいてすごく嬉しかったんです。なかなか当日その昨日ですね会っていただいた方にその場でその思いだったりを伝えたかったんですけど、なかなか私も言葉がすぐ出てこないタイプなので、なんかちゃんと感謝が伝えられなかったなと思っているんですけど、本当にその伝わっていたことが嬉しかった。ただただただ YouTube を上げているだけの人なんですけど、もしかしたら誰かに勇気だったり潤いだったり、そのなんか日々の生活の豊かさだったりを少しでも与えられることができているのかもしれないっていうのを実感できたんですね、うん、それがすごく嬉しかったんですっていうお話をしたいんですけど、またちょっと言葉が出てこなくて申し訳ないです。で、まあ、最近そのファッション系の動画だったりが増えてきていて、っていうのもなんか、うん、自分がより魅力的に見せられるものだったり、そのなんかこう分かりやすくチャンネルとしてファッションっていうのを取り上げることが多くの視聴者の方に届くなって思っていて、ファッションを上げてるんですけれども、なんかそのより多くの人に届くことと深く届くことってまた違うんだろうなとも思っていて、実際に今回視聴者の方にお会いしたからこそ、これからの動画作りにやっぱり自分の感覚もっともっと大事にしていきたいなって思いましたし、なんかもちろんファッションもこれからもたくさん上げていきたいと思うんですけど、やっぱり自分が美しいなって心から思えたものとか、うん、これ取り入れると生活が豊かになるな、心が豊かになるなって思うものだったら、まあ、ファッション問わずご紹介していきたいなって思ってます。言葉の力って本当にあるなって思っていて、今回もねなんかお手紙をいただいた方もいて、直接すごく素敵な言葉をかけてくださった方もいて、言葉ってこんなになんか人に何でしょうね、人を温かい気持ちにしてくれるんだとか、人の行動を変えてくれるかもしれないとか、言葉って大事だなって思いましたね。で、まあ、総じて言えるのは、私の視聴者の方々が本当にどの方もですね、温かかったんですよ。温かくて美しかったんですよ。人ってこんなに温かいものだったんだとか、美しい心を持っているんだっていうことをすごく感じる一日で、とにかくね、感無量でしたね、昨日の一日は。それぐらいすごく私は大きなものをいただいたなっていう、愛をいただいたなっていう感じがしているので、これからもなんかちゃんと美しさを共有できたらなと思っています。また金曜日もありますので、そちらにぜひお越しいただける方はお待ちしてますし、今後もなんかこういったイベントとか開催できる機会があったらどんどん開催したいなと思いましたね。本当に素敵な方々ばかりでした。伝えたいことが伝わったかはわからないんですけれども、とにかく私はすごく素敵なものをなんか受け取れた気がしていて、それを今後の動画制作に生かしていって、また皆さんになんか恩返しだったりができたらいいなって思ってますはい、ということで、なんか伝わりにくい最後締めで、申し訳ないんですけれども、ちょっと感謝の気持ちを伝えたかったっていう話なんですけれども、来てくださった方、そしていつも見てくださっている方、本当にありがとうございます。またもし金曜日来れる方がいらっしゃいましたら、ぜひお会いしたいと思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いいたしましょう。